ウズベキスタンは決勝トーナメント進出のためには勝たなくてはいけません。立ち上がりから積極的に攻めました。前半の2分、ラシドフがボールをカットしてそのままゴール。立ち上がりの前半2分にウズベキスタンが先制します。このシーンです。ここで持っていった後、はい、左足のシュートでした。山田さん、やっぱり前線からね、まずボールにこうアプローチいってるでしょ、取りにいってるでしょ、はい、これが実りましたね。前半に先制した後追いつかれたウズベキスタンでしたが、後半26分ムラジャノフのクロスから最後はショディエフが合わせて2対1と勝ち越しました。山田さん、このゴールいかがですか。いや、打点が非常に高いですね。